どうも、佐徳です。では、続きをやっていく、続きじゃない。今日の絵は、こちらです。シャープの168かな。では、トレースからやっていきましょう。続きっていう、ミンから書いてもらった。目から書くつもりだったんですけどね。まあ、目からということで。では続きを書いていきましょうっていうフレーズは、ラインスタンプのね、フレーズなんですよ。で、まあ、そんなことはいいとして、そう、今回のサムネのタイトルのところに書いてあるんですけど、俯瞰のところを全部正面って書いてたんですよね。もう、あっこ書いの、まるっと忘れてまして。そう、それで、今日気づいたんですよね。あれ？正面じゃないのに正面って書いてると思って。で、他の見たらもう、正面って書いてあって、このポーズになってからずっと正面ってなってるのかな？いじることがないんで。で、それで、まあ、気づいて今回からまあちゃんと書き直したんですけど、気づかんかったな。まあいいや、もうない。あの動画では上がってるんでね、今更やり直すのもおかしいかな。そういや、なんかサムネが変わる事件、サムネがなんかちょっと問題になってましたね。大変でしたね。なんか大変なんですね。チャンネル登録者数が多いと。そう思うと、チャンネル登録者数がゼロの私は、すごく、ありがたいですね。さて、チェックしてみましょう。チェックじゃない。消してみましょう。さあ、いい感じはいい感じなんだが、5分測ってきます。はい、5分です。さて、どうでしょう。これを消して、これをこう、あ、違う。まあいいや。こうして、はい。じゃあ動かしてみまーす。あ、逆やな。こっち動かそう。はい。うわー。目の角度からして違うぞ。このもんかな。多分一番打てるのは、一番打てるのっていうあれですよ。ここがってことです。書いていきましょう。あ、ここ打てるんかな。ちょっと打てる場所もあるんかな。耳も近いとこ書いてんのにな。ああ、でも胸の位置がもう圧倒的に低いな、今回は。よいしょ、買った。前腕。よいしょ。まあね、ほとんど絵以外のことを喋ってないんですけどね、前腕とか、なんか久しぶりに言うたなと思って今。昔はこの動画を撮り始めた頃はちゃんと筋肉の名前を言いながら書いてたんですよね。今となってはもうそんなこと全く言わなくなりましたからね。まあだいぶ覚えましたけどね、筋肉の名前は。
専門家に聞いたりして、専門家？筋肉の専門家がいてるんですよ、知り合いに。こんな感じなんかな。で、グリーンを描いていきましょう。もうこの時点でね、ミスったんですよ。角度が違うと、だいぶ。よいしょ。喋ってないな今日は。サムネをね、間違ってたことが結構僕の中ではショックなんですよ。あんまり喋ってないですね、今日は。まあ、喋る必要性もあまりないんで。黙ってやっていくわけにもいかへんしね。でも、一応ね、将来的に、チャンネル登録者の方が一人でも生まれれば、喋っててよかったなって。今何ゼロですからね。それはそれでまあまあ、なんかちょっと、もうちょっと面白くなってきて、一応動画の最後にチャンネル登録お願いしますって言うんですけど、もう一切確認しないですからね。増えた時に多分衝撃を受けるんやろうなとは思ってるんですけど、よいしょ。さあ、こんな感じでしょう。見ていきましょうか。まず、もう、ここですよ。こっちと、こっち。ペケポンになりましたけど、角度がね、だいぶ違いました。で、頭もね、こんだけ違うんで、大きく描いちゃってるんでね。で、まあ、それに付随して、顎の位置もこんだけ変わってるんで、という感じですね、やっぱり。で、胸の位置がこんだけ違うっていうのは、やっぱりまだ、顔みたいになった。肩の位置がね、こんだけ合ってるんで、高さが。この幅、縦はね、幅ずれしてるんですけど、ここもずれてるな。ずれてるんですけど、角度とかはね、合ってるんで、ちょっと胸の位置、やっぱり、低すぎたから、ウエストもね、そんなにずれてないんですよ、今回。まあ、ここはこんだけずれましたけどね、股関節は。で、ここまでの方向性は一緒で、こっから、元来はこっちに伸びるところを、だいぶ内に入ってますね。で、こっち側は、スタート位置は一緒やけど、もうずれてるな。何がずれてる？まあ、ここ、内側に入ってるんでね、ここに関しては。多分、こう書いてしまってるんだろうなと思います。元来はこういかん。ダメっていうことですね。どうでしょう？ちょっと、さすがに4回目になってくると形になってくるのかなと思いつつ、相変わらず胸が苦手だなと思いつつって感じですね。本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、少しでも役に立ったなと思う方は、ぜひチャンネル登録お願いいたします。であと、概要欄の方に色々とありますんで、そちらもチェックしていただけるとありがたいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。